間関係可能ですけれども、実行委員会の第16回の学習生をただいまから開催しております。私は本日の司会進行を務めます、高校無償化からの朝鮮学校排除に反対する委員会の代表を務めます、長谷川和夫と言います。それでは早速、講演会に入らせていただきますが、皆さんもご案内のようにですね、国連人権勧告の実現をということで、私たちの会が結成されてからですね、もう3年経ちます。それでその間学習会を積み重ねてまいりましたら、先ほどちょっと宣伝させていただいたこの記録、活動の記録の小冊子が本日出来上がりましたので、300円で販売しております。でここにも書いてありますけれども、留守の住所を書いていただければ、連絡、実行委員会の方で、郵送させていただき、送料はこちらで負担しますが、一応一部300円ということで、実費で販売させていただきます。日本、国連勧告はなぜ実現できないのかという大テーマで、寺中誠さんも私の方からご紹介をするまでもなく、国際人権の問題では、活動を活発にされて、アンネスティの前事務局長でいらっしゃいまして、今は大学で、講演授業を持たれてですね、更新の人になっておられるということで、寺中誠さんの方からですね、講演を早速いただきたいと思います。じゃあ寺中さん、よろしくお願いします。寺中です。前々から皆さんとはいろいろお付き合いをさせていただいておりますけれども、今日初めて、お会いする方もいらっしゃるでしょうし、他の方で会ってるけどっていう方もいらっしゃるでしょうので、この一瞬からちょっと説明をいたしますと、この国際人権問題に関してはもちろんアムネスティの頃からも、あるいはそれ以前 の, その自分の研究分野でも関わってきたんですけれども、アムネスティ、オールマンやめ、アムネスティの事務局長を辞めまして、それで、その中でも特にやり残した仕事としてですね、国内人権機関を何とか作りたいなと、選択肢なんかもちゃんと作りたいなということで、他の NGO なんか、ここにもいらっしゃる何かと、一緒にですね、国内人権機関と、選択肢を実現する会ということで、実現する、共同行動というのを作りまして、人権共同行動と呼んでいるんですが、それで、いろいろこう、やってきました。でこの人権共同行動の枠組みでですね、某、大学、これ大阪経済工科大学の研究所なんですが、そこに一応事務所的なものを置いて、研究会を立ち上げまして、その研究会を一つの、母体としてですね、母体ではないですね、それを一つ開催して、この運動を、細々と、現段階では残念ながら細々と続けている状態です。と言いますのは、何といっても現政権は非常に人権敵対的であるということがあるので、これはなかなかいかんともしがたいことなんですが、今日のお話はその現政権がどのように敵対的なのかということと、この敵対性は別に今に始まった話じゃない、つまり現政権だけが悪いんじゃないかというところをちょっと抑えていこうというふうに思っております。というわけで、こちらの方にパワーポイントというか、パワーポイントじゃないんですね、これ実は PDF で作ってますから、PDF のものがありますが、後ろの方がよく見えますか、はい、薄いかもしれないなってことでちょっと心配してたんですけど、はい、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。多分一番遠いのはそちらかなと思うんですけど、大丈夫。はい、ありがとうございます。じゃあ素晴らしいと思いますね。実はこれ大学の授業なんかでも使うスライドと合わせてますので、若干皆さんには言わずもがなの話もたくさん入っております。というわけで、今日はなんで人権勧告が実施されないのかと、というか実現されないのかと、実施というとちょっと特別な用語になっちゃうんですが、なぜ実現されないのかということを押さえていこうというふうに思います。
ここにはの人権の概念の話が載ってますので、これはもう皆さんのところで話をしなくてもいいかなと思っていますけれども、まあ、はっきり言ってここで書いてることは、人権というのは別に一番最初に出てくることじゃないよと。普通は、人権云々ということを言わなくてもいろいろとこの社会の中で生きていけるはずなんですね。自分たちの契約とか、労働条件とかそういったようなことを使うとか、あるいはお金があればお金を使えば解決できます、権力があれば権力を使えば解決できるし、力が強い人は暴力で物事を解決することも、これも可能は可能です。問題はそれが使えない、できない、あるいは力がない、お金がなくなるとか仕事がなくなるというふうになった場合にはどうするかというところにあるわけで、それがなくなってしまう、うまく動かなくなってしまう、自分の思う通りにならなくなってしまったときに人権というものがないと人間暮らせないということですね。ですから最後の最後のやるべき希望だけれども、この人権って決して強くないんですね。で、人権にはそういう最後の最後戦うという意味もありますけれども、もう一つは我々がそのような状態に陥らないで済むようにバケツの底に穴を塞ぐと、私は最近バケツ論を言っているんですけど、バケツの底に穴を開かないようにして、で予防する。でそうするとどうなるかというと、そこにお金がたまるわけです。水もたまるし、お金もたまるし、我々が生活するさまざまな力、能力、才能、権力関係の中には例えば友達が多いというのもありますから、友達を作るというのもこれもそのバケツの中に入っていくわけです。これがもし穴が開くと友達を含めてみんないなくなるわけですよね。それが人権の底に穴が開いた状態、しばしば、そういう非常に大変な状態になった人たちというのは、この比喩はおそらくお分かりになっていただけるだろうというふうに思いますね。自分がそれまで寄って立っていたものが消えてしまう、それが崩れ去ってしまうというこの寄り目なさ、これが要するに人権が失われた時ということになるわけですが、これが失われないように一生懸命蓋をする。この蓋のデザインはこの社会のありようによって変わってきます。どこが一番抜けやすいか、それがまた時期によって変わってきます。状況も変わりますから、そのうまく、そこに蓋をする、これ実は人権政策と呼ばれるんです。ですからこのバケツの底にうまく穴が開かないようにちゃんと穴、そうやって蓋をしていくというのが政策そのものなんですが、この政策がないと本当にそうやってバケツの底が抜けてしまう人たちが次々と生まれてくる。で、日本という国は実はこの割合とみんな豊かなんです。豊かだから何とかやっていけるんです。何とかやっていって、それで普段は人権なんてあまり考えなくても済むような人が結構多いんです。ところが抜けることがあるわけです。そして抜けた時の予防措置とか抜けた時のセーフティーネットが全くないんです。で、これがないから抜けた時が本当に悲惨なんですね。ところがあんまり多くないから、まあそれは少数者だねということでこうやって切り捨てられて、これが日本の現状だというふうに考えていいのかなと思います。他の国々ではそうじゃないんですね。他の国々ではもっと抜ける人たちは多いんですが、その分予防措置やそれから蓋をしていくというところにもう少し認識がある。日本はそれがない。で、最近の、政権の傾向はそういう政策を作るということに対してむしろ敵対的になってきている。だからそういうものは必要ない、死ぬやつは死ねないというようなことをある意味平気で言ってしまうような、そういう状況になっている。まあ世界でも他に政治家でですねそういうことを言ってしまう人たちはいますが、それでもですね、血をどこかでこう受け皿を考える人たちが社会の中に存在するはずなんですが、日本というのはこの受け皿が実は伝統的になかったんですね。で、昔あったように見えたんです。それは何だったか、いわゆる企業がある程度お金を持っているときに自分たちの従業員をそれで守るという言い方をして、いわゆる企業福祉を実施していたとされています。企業福祉というのは企業に入って従業員になった人たちだけのためのものです。で、それが大多数だった時にはだから目立たなかったんですね。ところがそれが大多数でなくなってきている状況の中で、日本の福祉というのがあまりにも貧しいことが分かってきています。まず福祉政策がない、生活保護その他に関してはどんどん切り詰める方向に行く。だから十分な資源が実は
費やされてない。教育に関してはほとんど金が出ていない。国から出ていません。で、民間が出してます。つまり自分たちが出してます。贅沢金なんですよ。で、ある程度みんなお金があるもんだから、みんな結構いい教育を受けたりしちゃってるわけです。でもこれは本来だったらちゃんと国である程度の下支えをしなければいけないことだったのが、そうじゃない。だからそのあたり全部見ていって、本当に色んなところで特徴に出てきますけれども、世界の他の国々とあまりにも違う構造が、これは人々の態度が違うという、まあ、それもあるんですけど、それ以上にもう構造が完全に逆転している、国とかそういうところが要するに福祉をしなければいけないという感覚、これ自体がない。で、その福祉を要求する権利、これが民主の側にあるんだという感覚、これもない。人権アプローチと福祉アプローチというのはいつも授業でやってるんですけど、人権アプローチということを、我々は本来考えなければいけないんですけれども、伝統的に国は福祉をするというか、伝統的というか構造的に国は福祉の機関です。で、福祉をなぜ国がするのかというと、それをやらないと要するに自分たち その組織自体が、維持できないからということで、で、これが人権の世界に変わってきたときには、人々が人権を持って、そしてそれを実現するための義務が国に福祉として与えられているんだという構造に変わりました。これが公共の福祉です。憲法上も皆さん憲法上の公共の福祉は邪魔としか思ってないかもしれませんが実はそういうことではなくて、国は福祉をする機関であり、福祉は国の最大 の実は役割、機能なんですね。福祉をするために国は場合によっては軍隊も持つし、警察を持つし、それから政策を実施することができる。つまり政府は福祉をするためにあるんです。で、それを根拠づけているのは、いわゆるそこの住んでいる民衆が権利を持っていて、この人権を主張して国がそれの義務を果たす。権利義務関係ですから、人権というのは。だからそういう形で、バランスが取れるという状況、そういう一応理論的な前提があります。で、福祉を行う例えば国、我々が知っている中でですね、この福祉に関して少なくとも我々にとっても、うん、そうだよ、それは福祉だけやってもらわなくちゃということがよくわかるのは、例えば、ちょっとバブルの頃にですね、土地投機がすごく流行ったじゃないですか。で、土地投機で土地でどんどん儲けるとか、そういったの転がしとか、そういうのがどんどん広がったものだからまずいということで、実は土地基本法という法律が出てきたんです。で、この土地基本法というのは、土地を勝手気ままに投機、つまり商売とかそういうものに、どんどん費やしていって、それでしっちゃかめっちゃかにするなよっていう意味のこういう法律なんですけれども、これ必要ですよね。これがなかったら本当に我々場合によっては明日大家さん出てけって言われて、それ大変なことになるんですよ。だけども今例えば我々が勝手に家を建てていいかダメですよね。建築は許可制です。なぜその許可が必要なのか、それはいろんなその都市計画とかいろんなものとの調整をした上でそれでやっていくんだ。だから自由じゃないわけです。これ建築不自由の原則って言うんですけど、この建築不自由の原則をなぜ不自由にしたか、公共の福祉のためなんです。で、土地基本法の第1条は土地に関しては公共の福祉を優先すると書いてあるんです。つまり人権よりも公共の福祉を優先する。でもこれは人権を優先するっていう、人権よりも優先するっていう意味で限定して捉えるべきじゃなくて、その場合の人権は実は経済的自由ですね。つまり企業側が経済的な自由を主張して、そして国側にそれを認めさせるっていうのを都市基本法は禁じたわけです。そうじゃないよと、公共の福祉、つまりみんなのためにやるんだよと。だから実は福祉って悪いものでもないんです、そういう意味で言えば。ただお金の問題、例えば生活保護とかセーフティネットの問題なんかを考えればすぐ分かりますが、年金もそうですが、出す側が強いんですね。ですからお金を出す側が自分たちに都合のいい形でお金を分けるんですよ。これ学生にはですね、100万円ありますと。で、これを、自分のところに100万円あります。あと3人、目の前にいるんですけど、この人たちに分けてくださいって言うんですね。そうすると大概の学生が100万円ですよ、例えば20、20、20、40
と分けたりするんですよ。でここはツッコミどころで、なんで自分用地と思うと、いやそれはいろいろあるからと、何がいろいろあるのと、なんでそこでみんな同じ額にしないので、まあもちろんいろんな答え出す子がいるんですけど、この場合のやっぱりなぜ自分にたくさん取っておくのか、やっぱり自分にはたくさん取っておくんですよ、みんなそうなんですよ。ということはやっぱり出す側が考えて、どれくらいが余裕があるのかっていうことを考えて、それで分けるんですね。だから決定権があくまでも渡す側にある、渡す側にあるということはあんたにはあげないよってこともできるわけです。で福祉というのはそういう意味では徹底的にその上が決めて下にこう与える、でこの与えるものが場合によってはマイナスの場合もありえるという、こういう前提で考えるしかないんですね。で人権はそうじゃないわけです。人権は私にはこれが必要だということがあるわけですね。でこの私に必要なものをちゃんと実現せいと言って要求するわけです。だからニーズベースなんですね。福祉は要するに上から目線であげる、何々してあげるんです。だから相手側のことをあまり考えてません。まあ、平等というのは そこに来ています。ですから徹底的に平等になるんです、ね、福祉の場合は。でも平等っていうのは形式的な平等です。だから相手がどういうものを必要としているかを考えずに、とにかく形式的に、あこういう基準ですね、あ分かりました、じゃあこの基準で出しましょうということになるので、お役所仕事ってことになります。だからこそお役所はお役所仕事をするんですけど、でこのアプローチが完全に逆になっているということを我々はやっぱり頭の中に入れとかなきゃいけない。で福祉の中にはいろんなものがあると言いましたけれども、実は刑務所だって福祉です、刑罰だって福祉です、場合によっては軍によるあの戦闘行為だって福祉です。そういうものを国側が決めるわけですね。でこれがこう押し付けられる。でそれに対して現在の近代国家の原則は人権があるから福祉があるんだよと言って、この福祉を人権を持ってる側がコントロールできるはずなんですという構造なんですね、本当は。ところが多くの国々はこの人権によるその自分たちの福祉 その政策に対する介入を防ごうとします。これは別に日本に限ったことじゃないです。で日本はこの2つは関係ないと思っています。ですから要するに人権があって福祉があるんだ、要するに人権があって義務があるんだというこの構造自体を日本はほとんどの場合無視しています。というかそういうふうに認めません、あまり。これ法の常識ではあって、法学者たちはみんな知っていると思いますが、あるいは少なくとも憲法ではそういうことを論じられますけれども、国の官僚が言っていることは聞いたことがないです。なのでそこの部分を切り分けてしまった、切ってしまって、関係がないようにしてしまう、まあ、この構造が、後々いろいろと関わってくるので、それもまた説明しますね。これはいいです。で我々がやっているこの国際人権、活動の国際人権法というものはですね、実は現在の法体制というのは、まあ、一般的には二元主義と呼ばれます、二元主義と呼ばれるんですが、まずこれが国際人権法です、条約です。で条約の体制というのは、やっぱりこれも権利義務の関係です。ただし権利義務の関係ですが、一種全員の約束事という構造を取りますので、各国家政府これは義務を負います。どこに対して負うのか、国際社会に対して負います。これは集合体です。例えば国連というのはこれに当たります。国連以外の国際機関もありますから、国際社会という一般的な言い方もされます。でこれに対して、各国政府は、義務を負っているわけで、その義務を果たさなければいけない。これが人権を守りなさいという、人権を擁護しなさいという、そういう義務だったりするわけですね。これが国際人権条約体制、まあ、条約以外のものも含めますから、これは要するに国際社会に対する義務というのが説明をされることがあります。で国家政府というのは国の中の国内法を持っているから国家政府なんですね。だから国内法の中にはどうなっているかというと、ここで初めてそれぞれの人々、つまり人権を持っているはずの権利者が出てきます。ライツホルダーと言われる。でこの人たちは権利を持ってますので、
国家政府に対して義務を要求します。で、国家政府はその義務を果たすという構造になります。国家政府の側としてはこの権利者の人権に応えるために福祉を行う、先ほどのあの構造ですね、これがここで現れるはずなんです。注意していただきたいのは、国家政府はいずれも義務を負っています。国際社会の中の一員としての義務、そして国家政府が権利者に対して義務を果たすという意味での義務、つまり二重の義務で縛られています。権利者、人権を持っている我々は実はこの条約体制とは関係がありません。ここはよく間違えるんですけど、条約違反は権利者にとっては何にも関係がないです。条約違反は国家政府の問題であって、権利者がそれで直接救済されるものではありません。ただこの権利者のことを考えた上でこの条約体制が作られますから、ここを無理やりにでもですね、接続しなきゃいけないんですね。つなげていかなきゃいけない。これをやるのが我々の運動体とか、あるいは NGO という組織です。NGO はノンガバメンタルオーガナイゼーションというふうに言われて、実は国連憲章に規定があります。国連憲章第71条にこういう役割を果たすということを前提にして、実はそういう日本語訳では民間団体と書いてあるんですけど、この NGO はそういう役割を実は公式に認められています。別に公式に認められたかといって給料もらえませんけど、そういう一応立場がちゃんとあるということですね。これは結構重要なことかなと思います。ただ、ここにも書きましたけれども、企業関係あたりなんかはこの構造にうまく当てはまりません。なので現在、ビジネスと人権という分野、これは、ちょっともう少し考えなきゃいけないよねということで、今最前線で議論されているところですね。企業の CSR 部門がどうのこうのという話はこれに実は関わってくる話です。ですからかなり我々の日常をやっている、その日常はどっちなんだろうな我々がやっている運動の部分と違う性格のものもこの図の中に実は入ってくると、あるいはそこに問題を生じさせてしまうというところを、我々としては知っておいた方がいいかなと思います。でもう一つこの図で説明しなきゃいけないことがあるんですが、ヨーロッパの体制は全然違いますね。これご存知ですか？ヨーロッパでは、ヨーロッパでは、条約、ヨーロッパ人権条約というのがあるんですが、このヨーロッパ人権条約はその締約国に対して、自動執行性を持っています。自動執行性というのは、その国の法体制の中、つまりここですね、ここに介入することができるんです。ヨーロッパ人権裁判所というのがありますが、そこには、各締約国の中での、事件がうまくいかなかった場合に最終審として機能する、そういう役割が与えられています。だから国内の裁判所がうまくいかなかった、その国内の救済手続きがうまくいかなかった、その場合にはヨーロッパ人権裁判所に訴え出ることができる。で、こうやって個別の事件を取り上げて、で、解決することができる。で、その場合に使うのはこの条約です。ですから条約が直接適用されます。で、条約が直接適用されるだけじゃなく、それが実際に事件に使われますから、だから条約の自動執行性というふうに言われます。ヨーロッパ人権条約の条文その他は実は各国の国内においてそういう形で適用されますので、我々が知っている国際人権条約とそれから日本の国内法との関係とは全然変わってきます。ただしこのヨーロッパ人権裁判所でもですね、これは要するに国内の救済手段、レメディーと言われるんですが、国内の救済手段を全て行って、他にもう手がないかどうかというテストがあり、そのテストに、通ったものだけが、そういう事件だけが取り上げられます。ですから国内でまださまざまな救済手続きがあり得る場合にはそっちを優先してください。だから例外中の例外ですよっていう、そういう一応基準があります。この国内救済手続きを費やしたかどうかというのは、全部やったかどうかというのは、皆さんが、いわゆる
選択定書なんかにある個人通報制度の時に言われるのをよくご存知かもしれませんが、まず受理可能性を判断する段階でそのような救済手段が全部やられたかどうかということを確認して、やられてるならば受けましょう、やられてないならばやります、うちはやりません、最初にそっちでやってくださいというような、そういう振り分けをします。で、大概の事件はこの受理可能性で跳ねられます。なので実は国際的なそういう国際法システムを使うというのはこの場合でもヨーロッパの場合でも例外中の例外だということですね。このあたりはやっぱり押さえておいた方がいいかなというふうに思います。ですからここの、部分ですね、は当面ヨーロッパでない限り当面権利者に関係ないし、ヨーロッパであっても権利者がここにアクセスするのは結構ハードルが高いということが言います。で、今の世の中、実はこういう図を作ってるんですが、これは私の別の方の、どちらかというと私の専門の方の説明をするために使ってるんですが、グローバル化と、安全保障やそれから人権、自由ですね、との関係を、説明するためのものなんですが、これは国内、国民国家、つまり国内の方に引っ張られます。こっちはグローバルの方に引っ張られます。どっちも近代の産物ですから、どっちもはっきり言ってろくなもんじゃないですろくなもんじゃないんですけど、うまく使えばうまくいくんですよ。例えば人権はグローバル化しようねとかね、それから国のその権力機関は徹底的に国の内部にも留めようねと、よそで変なことするんじゃないよといったような形で使ったりすることができるので、この2つの流れ、要するに引っ張り合いというのは悪いことではない、それ自体が悪いことではない。で、もう1つはそこにストレスをかける要素が2つある。1つはセキュリティだ。このセキュリティも結構いろんなものがあります。要するに安全保障と呼ぶとなんとなく軍事的なものを想定するかもしれませんが、我々の普段の生活の安全、治安、これもセキュリティですし、さらには我々の経済的な安定、これもセキュリティです。そしてもし企業がやってきて、それでそこの、財政をですね、ザーッとこう動かしてしまうとですね、我々のセキュリティが不安になりますよね。これもやはりセキュリティの問題です。で、ちなみにセキュリティという言葉は証券会社で使われてますね。だから似たようなものなんですよ、そこも。もう片方でフリーダム、自由、これとても重要な、しかも我々の価値であると。我々が、大事にしなきゃいけない価値だというふうに思ってるかもしれませんが、いやいや、新自由主義って言葉あるじゃないですか。いや、でも同じ自由なんですよ。つまり、先ほども土地実験方法の話をしましたけれども、企業、会社が自由を謳歌し、何でも好き勝手やる、金持ちがどんどん好き勝手やるということになると、当然、それは我々の安全を脅かします。この2つはだから常に対立するんです。安全保障がどん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 力をつけてきて、そして治安対策だと思って、警察が力をつけてくると、我々の人権が脅かされます。だからお互いにこのバランスを取らざるを得ないですね。人権はこちらの方に近そうに見えますが、実はこちらに福祉や規制が入ります。規制緩和ということをやられるとここが崩れるので、この人権の自由の部分で企業が好き勝手やり始めるという形になります。そういう関係だと思った方がいいと思います。ですので、この2つのうまいバランスを取りながら、それをグローバルなところに引っ張ったり、国民国家の国内法の方に、国内の体制の方に引っ張ったりしながら、この社会は、現在の我々の社会、現代社会というのは動いている。で、ここでグローバルなもの、これが国際人権法とか国際人権条約体制という、あるいは国連の体制というものだと考えた上で、もう片方にはネーションステートのこの国民国家、国民国家内部における力関係、これは我々の国内の運動もそうですし、それからそれと対立しているというふうに見なされる国側の政策もそうです。なので、我々が今相手にしているものがこの辺りのどの辺りどこに関わってくるのか、特にこのセキュリティとフリーダムの安全保障と自由とのこの相互関係の中にはどこに位置づけられるのか、人権は全て認めて自由は謳歌するのが正しいと思っている人がもしいたとしたら、それは間違いです。それやってしまうと我々とんでもないことになります。でもその2つを
重要なバランスだというふうにして見ておかないと同じように危ないことになってしまう。ここは皆さん知ってらっしゃるから、ざっと見るだけにしておりますけど、どういう国際的な実施手続きがあるか。国際人権法には2つの実施手続きが、実施があるというふうに言われています。人権の国際的実施、それから人権の国内的実施。この場の人権というのは、要するに国際人権条約に抱えた人権の価値、あるいはその部分ですね。で、国内的実施の話をこれからしようと思っているんですが、その前に国際的実施をおさらいしておきましょうということで書いてあります。国際人権法には、国連機関と条約機関という2つの体系が別に存在しています。我々ともすれば国連機関に目を奪われがちです。なぜならばここに人権高等弁務官事務所が置かれているからです。現在で、この人権高等弁務官事務所は実は条約機関の事務局もやってるんです。だから国連関係の全部国連関係だと思ってるんですが、 体系が全然違います。国連機関は政府の集まりです。ですので各国政府、国連に加盟している政府全部がここに関わっています。条約機関は条約に加盟している締約国の集まり。しかもいわゆる条約機関はその中から選ばれた専門家の機関です。ですから個人です。国連機関の方はいくつか個人が出てくるものがあります。例えばこの特別手続き2番目ですね。これ結構重要なんですが、ここには特別手続きという名前ですが、これ全部人です。特別手続きという人がいるんですね。変な制度だと思いますが、いわゆる特別報告者、スペシャルなノートというと分かりやすいですね。これが一つ、一番多いのはこれですね。あと作業部会、これも結構いくつかあります。でその作業部会の委員、それから事務総長特別代表というような言い方をして、なんとなく偉そうなタイトルになっている人たち、これもいます。あ、同じです。偉そうに見えるだけで全然偉くないです。いや偉いですよ、皆さん偉いですけど。ですのでこれは名前が違いますけれども、全部スペシャルプロシージャーというふうに呼ばれて、ひとまとめにされます。でこのスペシャルプロシージャーというのは、現在は人権理事会のもとに置かれるのが多いです。かつてはそれ以外のところにも置かれた、制度がありましたけれども、つまり人権委員会の下にある人権小委員会のスペシャルラボラトリーと書いてあるんですけど、今はこれが全部人権理事会のもとに置かれています。で、そこでは総会や人権理事会にこの人たちが出て行って報告をするわけですね。報告書を出ます。これは特別報告者以外もみんな報告書を出します。でこの報告書を総会や人権理事会は読んで採択するわけですね。で採択してそういったようなものの結果、この条約機関の情報などと合わせて UPR 普遍的定期審査を行う。これは定期的に各国の人権状況を審査する。これがいわゆる国連機関のにおけるですね、現在の人権理事会ができてからの、かなりオーソドックスな、働きになります。もう片方の条約機関はそこに提出するための具体的な情報を出すだけじゃなく、実際に条約機関はその締約国に対して勧告をし、そしてその条約の実施を促します。でここで重要なことですが、今日の話の根幹ですが、この条約機関が国に対して勧告を出しますが、この勧告には別に縛りはないです。ですから別に縛るものじゃないと国が、政府が言ったのは間違ってはいません。はい。ですから勧告をなぜ、実現しないのか、それは勧告には強制力がない、それが問題だってもし考えられていたとすると、そんなことはないです。勧告が全部実施されるなんていうことを考えたら、条約の関係にどうする勧告が全部実施されることを考えたら一番危険です。安全保障条約で勧告ですから、ね、勧告出しますからね。日米安保理で、日米安保の条約で勧告されたら、それが直接日本の法律になっちゃったらとても危ないじゃないですか。ですから勧告はそのまま別に強制力があるということではないんだけれども、ただこれ見て分かるとおり、自由権規約も社会権規約も、それから人種差別撤廃委員会、子ども廃止委員会、学校の禁止委員会、それから女性差別撤廃委員会、子ども権利委員会、
障害者権利委員会、移住労働者の権利委員会などのこういう機関は、そこの国で起こっていることをつぶさに検証し、で個別の事案も当たって具体的な勧告を出していきます。で、法律の世界では一般法と特別法と分けることがよくあるんですが、一般法っていうのは民法とかそういう形で全般を扱います。ですから全般を扱うのは悪いことじゃないんですけど、全般を扱われるとですね、それってこの場合に使えるのかなっていうような疑問が出てきます。ですからあまり実は、汎用性がないんです。逆に汎用性があるから個別の問題の解決の力が弱いんです。でそれに対して特別法というのはこういう場合にはこうしますと書いてありますので、非常に具体的です、やりやすいです。なので具体的な提案を出したらその方がやりやすいです。なので実はここで出てくるようなさまざまな一般的な重しでですね、勧告なんですけど、そういうものよりもこの条約機関が出してくる具体的なそういう勧告の方がやりやすいです。その結果各国ともこの条約機関が出してくる勧告を実施しやすいのでしてます。これが実現しているということです。でこの部分に関して言うと、公平に言って日本もやってないわけではないです。日本も勧告されたもののうちいくつかは確かにあまりにも具体的だということもありまして、それに対して対応することが時々あるわけですね。日本は他の国に比べてやってないのかというふうに言われることもありますが、他の国もそんなにやってませんから、ね、だからそんなにそこの部分での違和感がすごくあるという状態では実はないんです。そういうようなものをこう作ってですね、こういう手続きをやっていく、他にもいくつかあるんですが、それをとりあえず置いておくとですね、一応国際人権法の国際的な実施というのはこういう機関が動いてで作られてくる。でここから勧告が出てくる。でその勧告が出てきた場合に日本の国内ではどうすればいいかということに関しては、一応日本の国内の体制が出来上がってます。これ昔この勧告実現委員会のところでですね、集会の時にお話ししたものを使ってるんですが、その時にはもう少し簡単にしか出せなかったんですけど、いわゆる国際人権基準、ここにも勧告も入りますけど、これが出されるとですね、日本の憲法には98条2項という条文があります。これは国が締結した条約は誠実にこれを遵守するという義務が国に対して課されています。ですから先ほど の条約体制、あれを一応下支えするわけですね。でも19条8条2項にはっきりとそう書いてありますから、要するに勧告やそれからあと条約で言われていることは、日本の国内法においてはこの98条2項を通じてですね、ある一定程度の圧力になるわけです。条約は実施しなければいけません。誠実に遵守しなきゃいけません。この誠実に遵守する中に、国際機関からの勧告も配慮しなければいけないということ、ここまでは入っています。ですのでこの国際人権基準からこう98条2項を通して国内法体制に対して影響を与える、これが本来の構造です。ところがここにはいくつかのポイントがあります。まずこれ憲法の問題なんです。つまり日本国憲法の98条2項なんですね。さあ日本国憲法には例えば14条という条文があります。これ法の等平等ですね。これを根拠にして個別の差別事例を摘発することができるでしょうか。できないですね。これができないことで差別禁止法がなかったことの問題だとされたわけですよね。だからヘイトスピーチ対策法なんかを作らざるを得なかった、あるいは障害者差別解消法を作るようになった。面白いことはヘイトスピーチ対策法はヘイトスピーチを禁止していません。それから障害者差別解消法は禁止法ではありません。解消するんです。素晴らしいことに実は日本には依然として差別を禁止する法律はないんです。14条にそういうふうに書かれているにもかかわらず、で14条があるからいいじゃんっていうふうに思うとそれ使えないんですね。
なんでかというと、一般だから、特別じゃないから、どういう場合にはどうするということがちゃんとはっきりわからないから、これでは取り締まりませんねって話になるわけです。つまり、そのことほど最後に、憲法って使えないんですよ、具体的には。で、条約は憲法なんです。憲法98条2項を使うので、条約というのの話は全部、憲法の98条2項に吸収されて、憲法的な価値になります。ここは実はすごく面白くて、憲法には81条という規定があるんですが、これは、違憲立法審査権ですね。つまり憲法の、条文に法律が反しているかどうかを審査するんですね。で、それに反していた場合には使えません、この法律は。この間の婚外差別の、あの、あれなんかは、この違憲立法審査権で違憲だと言われたら、そしたらもうそれは使えなくなるんですね。だから法律を変えなきゃいけなくなった。という、そういう事情があります。もっと昔は刑法200条、あの相続説、これが違憲判決が出たことによって使えなくなった。条文には残してあるのに使えなくなった。そういうような、あの、要するに機能がこの81条を、あの、基本にして作られています。だから全ての法律よりも憲法は上なんですね。で、条約は、で、条約は憲法とどういう関係だったのか。一般的には条約は憲法よりも下位だと言われています。つまり日本政府が、行政が他の国と統一締結した条約、これは約束事かもしれないし、98条2項で性質に重視するというふうに言われているかもしれないけども、憲法ではないのだから下位にする。だから日本においては条約に、もし条約と、あの、憲法がぶつかった場合には憲法が優先する。これが一応学説上の理解です。ところが憲法81条があるんですね。81条は違憲立法審査の対象に条約を入れてないんですよ。すると条約が憲法に違反してるかどうかは判断できないんです。だからこの、もし違反してたらっていうこの設問自体存在できないんです。法律って変ですね、憲法解釈って変ですねと思いますけど、だから81条があるおかげで条約はすでにその存在自体で憲法と適合的であることが約束されています。憲法内なんです。どんな条約の条文であれそれは憲法内です。ということは、要するにその条約を憲法的に解釈するという形で使うことになります。で、そういうふうになるんですが、国際人権基準からそういう、あの、条約が出来上がってきて、その条約のあるいは勧告が出てくる。98条2項で1回吸収されます。ところが国側が取る政策はこの98条2項というよりも、要するに憲法体制そのものでは行われません。先ほどの差別の問題と同じです。と、そうすると国内の法律体系を作ります。特に政府はどういう機能を果たすのか、さっきの福祉の部分の政府の機能は国家行政組織法等、これ内閣府の法とかそういうのが入っているので、あの、ちょっと等になるんですが、国家行政組織法に基づいて作られた国家行政組織、つまり現在の行政政府ですね、これが行うということになります。これが国内法体制です。で、これは行政なんですね。と、そうなりますと、ここは憲法の直接の判断をしませんから、できませんから、だから憲法的な問題が発生しても行政は、うん、それは憲法的な問題ですね、司法に言ってください、あるいは立法でやってくださいという話になります。憲法上の問題であるということ、憲法と適合的であり憲法的な規範であるということは、とても重要なことのように思えるし、それが例えば違憲立法審査の時に使えるというふうに思ったりもします。実際使えるんです。実際そういうような例はありました。しかし行政に対しては使えないんですよ。行政は憲法の下位にあるので憲法のことを論じない、それを扱ってはならない、まあ、扱っちゃいけませんね。だから憲法に書いてあることとは無関係に行政を行うわけです。ダメだったら司法に行ってね、立法でやってね。つまり事実上行政は懇願会で憲法的規範だというふうにしてやってしまうことによって条約を切り離したんですね。
これ要するに条約の要するに法の解釈を使って行政が条約を実施しなきゃいけないというこの義務から逃れた、この論理です。巧妙だと思いますが、行政が条約を実施する義務はその意味においてないです。今の日本は、日本の国としてはありますよ。条約の対象国で、条約の締約国ですから、それを実施する義務は国としてはありますよ。でも行政にはその義務は直接及びません。行政がそれを行うためには政府の判断、行政のトップの判断、あるいは立法、司法における指示がないといけないわけです。だから国内法がないと動けないんです。でその国内法が、どうなるべきかということについては立法府は作れませんよね。こんな難しい 国際人権条約というものを読み込んで逐一国に使えるようなそういう法律を作っていくなんていう能力、今の立法府国会を見ててできるわけないじゃないですか。できないですよ。だって専門家いないんだもん。もちろん何人かの個人的専門家いますよ。でもその人たちが集団でないわけだから、ちゃんときちんとしたそういう案を作っていく、切り上げていくこと自体ができないし、それは専門家が作ったものだということである程度みんなが納得するものもできませんと。でそこで普通の国では、もう他の国もそうなんですよ。だから他の国では、まあ、今世界120カ国ぐらいあるんですけど、122カ国あるんですけど、国内人権機関というのを作って、そこがそういう国内での実施についての具体的な政策、それからまた立法の提案をします。これは1947年ですから、もう終戦後すぐですね。もうこういうような条約体制ができる前に、国連の安全経済社会理事会で採択された、まあ、決議によっています。要するに国際的な条約体制を作るけれども、それに対応する国内的な体制を各国とも作りなさいねという、こういう勧告が出てるんです。これ経社理の決議です。でこの経社理の決議の中に、この国内の機関を作れと言われたんですけれども、これが実際各国が作り始めたのはずっと下って1970年代になります。でこのぐっと下って1970年代に最初に作ったのはフランスなんですが、これが、まあ、作ったけど、まあ、一つだな。そこから今度はデンマークやそれからスウェーデンといったようなところが作り始めて、うん、これはなかなかいいぞという形でだんだんとこう整理されてきまして、で、このパリ原則と国に書きましたけど、国内機関の、設置に関する、国連原則、パリ原則というものがそれこそパリで作られたわけですね。でこのパリ原則、これに基づいて世界の各国の国内機関を作りましょう。でこの世界各国の国内機関は横で連携しましょう。国際的な調整が必要です。だから国際調整委員会 ICC とかで聞いたような国際刑事裁判所と同じ印象なんですが、これは国内人権機関の国際的な横の組織ですね。で国際的に認められています。どれくらい認められているかというと、これの事務局は国連人権高等弁務官事務所なんですが、そこに対する諮問的な位置、つまり国連の人権政策にも、要するに言葉を入れる、要するにそういう提言をやっていきます。そういう感じの、機関として作られ、で世界各国の国内人権機関がこれに加盟するというか、そこに入らないと国内人権機関じゃないです。でこの国内人権機関に入るためには A、B、C というステータスがありまして、このステータスに満たさなければいけません。 A というのは、ここが重要です。国や政府から完全に独立していることです。で、なぜそういう方が入っているか、完全に独立してないと、この完全とは何かという問題は次に言いますけどね、完全に独立してないと政策を提案できないんですよ。実際のいろんなものにこう流されてしまうという問題もありますし、それから国や政府のやってることを見て、それを監査的にチェックして、ここがまずいよねといって制度的な欠陥もつきながら、どこをどういうふうに是正すればいいかという勧告を出すわけです。ここも勧告なんですよ。
だからその勧告をもとに立法府が立法する、その勧告をもとに行政府がそのあのやり方を変えるといったようなことが期待されます。これをここに書いてある政策提言機能と言います。これアドボカシーって言うんですけど、あの我々 NGO が使うアドボカシーと同じです。ですから国内人権機関はこの提言をする、監視をして提言をする、つまり監査機関である、ここの部分が一番重要で、これが一番期待されたんです。パリ原則を作った時にそれができました。でこれを補完するために、これを下支えするために国際協力機能が作られました。これは要するに ICC というそういう国際、国内人権機関の横の組織を作る、そして、国連とも連携する。でこの国際調整機関の ICC はこのパリ原則のこの政策提言機能を果たすための A ステータスを持った機関が正解です。 B ステータス、それにちょっと欠けますねというところは一応メンバーですけれども、あんた B ねっていう話になります。でさらに C があるんですが、 C は例えば香港の人権委員会が C です。なぜかあれ独立してないんです。完全独立してません。全く独立してません。つまり政府の一部分です。で、それはそれでもうしょうがないんです、あれは。香港のその政策、あの要するに政治的な制度の中では。なので、C ステータスになります。C ステータスはどちらかというと、ウザーバです。だから、もうこれは B、A という形で頑張ってあの広がっていくということはほぼ不可能で、むしろちゃんときちんと活動することで、その存在意義を示しましょう。だから世界にもいくつか C ステータスのところはありますけれども、でもそういうところは意外にいい仕事をするところも入ってるんですね。だから C はあんまり実はあの C だってだけでへっというふうにはならないんですけど、 B は本当にへって思います。だから韓国はこの間までずっと A なんですけど、あそこは非常にその独立性を、害するような大統領からの圧力や、それから内部におけるいろいろな、まあ、あの 変化があったりして、NGO からの評価が著しく悪いんですね。非常に困ったあの国内人権機関になってしまってるんですが、NGO の側のキャンペーンはだから B ステータスが必要です、こんなの A にしとくなっていう、そういうキャンペーンをするんですね。なかなか面白いキャンペーンだと思いますけど、でついこの間 A だっていうのが出たんですよ。もう韓国 NGO の落胆ぶりがすばつまじいというなんかこちらから見てるとあれっていう感じ の感覚ですが、この政策提言機能を果たすためには独立してないとしょうがない。だって監査ですよ。で国際協力機能はそういう部分で、まあ、下と作用するので、これもまあ重要ですね。でまあ当該、まあ、大概 の機関は調査研究候補しますから、こういう機能も、まあ、ありますということで、これはあの書かれています。でこういうものを作りなさいねというのがパリ原則です。ところがこれだけだとどうもうまくいかないよという声が国内人権機関から各国の機関から出ました。何か、いや考えてればいいというんだったらいいけどさ、楽だけどさ、でも実際何が本当に必要かというのを僕たちの方ではファーストハンドの情報がないんだよ、それじゃうまくいかないじゃないか、頑張ってやろうとしたら多分 NGO と付き合わなきゃいけないよね。ところで NGO との付き合いだって国内人権官は結構それなりに慎重にバランスを取ってやらなきゃいけないよね。じゃあどういうふうにその情報の角度を確認するんだい。そのためには自分たちにファーストハンドの情報必要じゃないか。そうですね。ということでいくつか の機関、国内人権官は個別救済のケースを扱い始めたんですね。でその後パリ原則の後にですね、そういうことをやっている国際あの人権機関があるが、それはそれで大変重要です。だから補完的にメインの機能ではないんですが、補完的にそういう機能を果たして、そしてちゃんとファーストハンドの情報を得て、でそれに対して個別の救済をしていく中で出てきた問題を解決するというやり方、つまり個別救済機能そのものなんですが、これを果たしていくのはこれはこれで結構重要ですと、そういう判断が出たんです。でここでは結構重要なことが言われてて、どういうケースを扱うか、国が絡んでるケース、
これら扱ってください。国が絡んでるケースは国はしっかりやりませんから、前提として、だからそこに問題があるから国内人権関係が動くわけですよね。だから国がしっかりやってないケースをちゃんときちんと探し出して、それに対して具体的な救済策を考えてください。それをするのが個別救済機能ですよっていうふうにして指摘されたわけです。でこれがどんどんと出来上がっていくので、日本でもまあ遅れてなるのかということでですね、法務省頑張ったわけですね。法務省は本当に頑張ったんですよ。で、法務省は人権擁護国の中に人権擁護機関というそういう仕組みを作りました。これは機関と言ってますが仕組みです、それで人権審判手続きとか、それから人権擁護委員もそこに入れていくとか、そういう形で、なんとかそれを実施できるような体制を取ろうとした。でしかしそれは法務省の中ですから、国の中ですよね。当然独立性はないです。ないよね、ないよね、ないよねって3回ぐらい言われてですね、法務省もやっぱりありませんっていうふうに言わざるを得なくて、ないですと言ったんですね。じゃあちゃんと作りましょうよっていうふうに言われ、当時まだ自民党政権ですけど、政府はですねそれを受けて国内人権機関を作ろうと考え、で人権擁護法案を出したんです。でこの人権擁護法案、これは国内自民党政権の時に出し、で民主党政権も例の人権救済法案を出しました。この2つの法案ともに実は特徴的なんですが、この機能、パリ原則の機能を満たすと言いつつやってるのは全部個別救済なんです。しかも制度の要するに、国な、要するに国の制度に対してのケースは取り扱いません。一般のケースを取り扱います。でここで言う一般のケースとは何かという部分についてはちょっと後で資料をお見せしますけれども、法務省内には頑張ってると思います、はい、ただダメですけど、日本の場合はだから個別救済をやる、しかも国じゃない国のものから外れてしまったものをやる、つまりどちらかというと警察が本来やらなきゃいけないことだ。それから民事事件、労働審判事件、いじめといったようなことを想定して作られています。で調査研究広報、これもやりますね。実験守る君とか出てきてですね、非常に賑やかになってるあれですね、あれが人権擁護の仕事になります。で国際協力機能、いや別にそんなのは連絡していいんじゃないですかということで、連絡機能はありますけど別に国際協力するっていうことはほとんど考えられてません。 ICC に入ることだけは考えてますけど、どうやって入るか私はよく分かりません。で政策提言機能はないです。これは法案とかそのものを出すっていう機能は全く考えられておらず、単に意見を出す、意見を出すだけです。意見を出すことはできますよというふうに言われています。これは否定されてませんというふうに一生懸命当局者も言ってますが、でも意見を出すことは別に否定はされませんけど、意見じゃないですよ、これ言われても監査ですよ。監査機関じゃなきゃいけないんですよ。なのに監査機関って頭全くないんですよ。で監査機関って頭が全くないから、だから独立できないんです。でここで実は私の方で少し説明したいんですけど、紙に書いてないんですけど、監査機関が作られる場合どういうやり方があるかというのを国のその制度設計の中で考えました。で法務省のその外局にするっていうのが今出ている案ですが、法務省の外局っていうのはやっぱり国の中にあります。で外局というのはある程度予算的には別の枠を用意されますけれども、でもこの予算を握っているのは本省です。法務省あるいは内閣府の場合には首相になります。一部の運動家あるいは日弁連なんかは内閣府設置を言いました。内閣府設置と法務省設置、実は全然変わりません。同じです構造は。なのでそれでは独立性は実は担保できないんですね。よく言われるのは法務省人権を侵害している省庁だからだからダメなんだ、いやその通りですけど、内閣にも警察があります。警察は人権侵犯、人権侵害をするもう一番してますよね、はい、なので
要するに省庁の中に作る、あるいは内閣府の中に作るというのは、いずれにせよその問題は発生させますし、それから予算の問題で独立しません。だからパリ原則には沿いません。まあ、ここをいろいろと説明しながらですね、クリアして入るっていう選択もあるかもしれませんが、それはあんまり許しちゃいけないというあの話だと思います。で、他に監査機関は日本にはあります。よく言われるのは会計監査員があるじゃないか、会計監査員はどうなんだというふうに言われるんですが、会計監査員っていうのは一応憲法上規定があるとされています。本当かいと私は思いまして、一生懸命、憲法を読みました。会計検査院という言葉は出ます。言葉しか出てません。つまり会計検査院がチェックしますよって書いてあるだけです。それがどういう機関であるか別に憲法に規定されていません。読んでみてください。監査機関としての会計検査院の存在は規定されていますけれども、それがあるということは言われてますけど、どういう組織であるとは書いていません。で、現実がどういう組織なのか、あれは内閣のもとに置かれています。内閣のもとというのは内閣府ではありません。内閣という存在のもとに置かれています、規定上は。つまり内閣は首相の個人の持ち物ではありませんから、だから大臣の決裁はここにはかかりません。内閣でなければ判断ができません。なので日本の監査機関は一番監査的にその独立が高いと言われている会計監査院は内閣の下に置かれるという言い方で、内閣の下に置かれますから一応三権分立上は行政に属するんですね。だからこれは実は独立してるかというと微妙です。微妙ですが、一応それでも各省庁のコントロールは全部排斥です。ということでこの内閣の下に設置するというやり方を取っている、これが監査機関に存在します。同じような構造を取っているのはもう一個あります。人事院です。で、人事院というのはこれは規定はありません。要するに憲法上の規定はありません。しかし、いわゆる戦後すぐですね、そういうようなものに対応するためということで、まあ、GHQ の指導などを受けてですね、人事委員会が作られ、その人事委員会が現在の人事院に移されていきます。で、これを完全にも行政の中に入れるべきだという意見もあって、そういう行革の話が出ましたけれども、現段階でまだ人事院は独立しています。で、これも内閣の元に置かれたんです。で、人事院の勧告ってお分かりの通り極めて独立性が高いんですよね。で、そういう意味では人事官のその勧告、人事官の、まあ、要するに立場の、確保とかそういうところでかなり独立性が高い機関は日本には存在はしているんです。で、この人権委員会、これはどう見てもですね、せめてそれぐらいの独立性は確保しないとダメな機関です。なんでかというと監査機関ですから。人事院も要するに各省庁の人事の監査をするわけですよね。だからああいう立場になっています。つまり監査機関はそのせめてその程度の独立性を確保しないとこのパリ原則には多分沿わないということになると私は思っています。だから私は内閣府設置が反対で、内閣の元のレベルまではせめて持っていってほしいと考えています。ただ私がこの丸をつけてた本当に思ったのは、日本って完全に逆なんですよ。しかもここの中で一番重要だというやってることは全部外してますから。だから今の人権擁護法案とか、これまでの人権擁護法案や人権救済法案で、小さくんで大きく育てる、それはありえないと思います。もうそもそも立て付けが違いますよ。で、法務省の人権擁護行政ですが、これはですね、ちょっと前の、データですね、2015年のデータ、今日もちょっと持ってるんですが、これはちょっと前のやつになってますが、大体、これよりもですね 3-4% まあちょっとずれてるのがあると言われていますが、人権擁護委員は全国に1万4000人もいます。すごいですね。こんな大きな組織持ってるのは日本だけですよ。で、これを各法務局、地方法務局を窓口にして、動いているということになっています。人権擁護委員の方に聞きました。何やってるんですか。法務局に呼ばれていくことはあるけども、何やってるんだろうね。相談に乗ることはあるよ。
あどの相談ですか、どういう相談ですか、うん、まあ、相談窓口デスクを作って、でそこに今人が来て、でいろいろと話を聞いて、ああそうですかって言って法務局の職員さんに伝える。あなた何やってんのと。いやもちろん専門家の人もいますから、そういう人たちはそこでいろいろと話をします。で法務局の職員さんも結構しっかりした人もいますから、それで一生懸命話を聞いて何かしようとします。でどれくらいの件数やってるか。2013年では、手続き開始が22,437件、すごいですね。2万件もやってるんですよ。2万件超えてます。今2万5000件ぐらいいってます。で公務員に対して行う事件というのもあることがあって、6875件あると、これは2013年なんかで言われてますね。で学校内でいじめ問題が4034で、あと、対私人っていうのはいろいろあるんですけど、この中に労働関係も入ってます。だ労働関係が6000ぐらいあるんですけど、ちょっとあの別のところがあるからということで、あんまり受けないみたいですけどね。で、体罰、そういったものも入って。で、処理件数、これ素晴らしいですね。2万2000件。ちょっと待って、同じじゃないですか。要するに全部か処理しましたって言ってますね。いや、素晴らしいですよ。この率ね、パーセンテージね、もうあの最優秀ですね。いやそうか、じゃあ人権侵犯事件が2万2000件あって、それちゃんときちんとあの対応してるのが2万2000件、いや素晴らしい期間ですね。どういうふうに処理したんですか。援助っていうのが大体9割方ですね。援助なんですか。法律の助言を行ったり、関係行政機関や関係ある、いろいろな他の団体にあの紹介しています。ちょっと待ってください。何をしてるの。紹介してます。何したんですか、そちらは。いや、紹介しました。それってたらい回しってことですか。たらい回しですね。要するに9割方たらい回ししたんです。ある意味しょうがないんですよね。法務局に何かを解決するそういう権限はありませんから、たらい回しするしかないです。それ以外は要請、こういうようなことがあるから、これこういうふうにしてくれませんか、400件切除。ちょっともう困るんですけどね、244件2万2000件中のですよ。で、調整、調整って何でしょうね、言いましたけど、いや、いろんな調整です。これで50件で、結構多いのがやっぱり審判事実不明確、不存在は31件で少ないんですけど、不明確よくわかんないな。まあ、いろんな、多分確かに本当にいろんな相談来るでしょうけど、不明確なのあるでしょうね。で、相手に対して啓発をするということで収まったのが137件、つまりたらい回しの期間です。で、それ以外何やってるか、実験番組が出てます。いや、もう大活躍ですね。で、これが現在の法務省の人権擁護機関と呼ばれています。これでは困りますね。これでは日本の人権政策は全くもって変わりません。ですね、救済、個別救済に特化してみても、これほど、まあ、無意味な手続きは他にもないだろうと言えるぐらい、本当に何も解決しません。で、これ、でも、それでもですね、面白いんですよ。これは、だんだんと、その毎年統計を取ってますから、この統計の、あの動きというものを見ると、いろんなものが見えてきます。例えば、現在、インターネット関係の事件がすごく増えています。で、インターネットに関しては、ある程度の指導ができるということを今法務省は得てるんですね。ですからそれを使って、介入することもあり得るというようなことを言っています。で、このインターネット関係の事件が7000件ぐらいというふうに言われているので、決して少なくはないですね。で、いわゆるそういう、通信でもそういったようなものに関連する事件の中でインターネットが完全に多数派になっているというふうに言われています。なのでそういう動き、あといじめの問題ですね。さっきあの高速、学校関係のいじめの問題、あるいは体罰の問題、など教育に関わるようなものっていうのは、ある程度は取り入れられています。で、こういう事件は実は韓国なんかの人権委員会でも、結構重要になっていて、韓国 の最大の問題は、あそこはあの徴兵制がありますから、徴兵制に絡む人権侵犯事件とかたくさん来るんですが、それ全部シャットアウトしてますね。で、それはあのもう各国の、もう要するに制度設計としてそれをシャットアウトしなきゃいけないっていう形にしちゃってるんですけど、
いじめ問題なんかはそういうことではないので、かなり取り上げます。で、実際にそれで解決します。例えばこの間の須崎高校の妊娠したら、おい退学しろよっていう圧力、でこの間 の, 仙台の方 の, 高校で、性交渉をやったら退学ってやつ、ああいうのが結構来るんです。で、ああいうのが国内人権機関にかかってくると、大概それダメよって言われてます。私いつも学校だろうが何だろうが、あれ訴訟しましたけれども、僕はあれとんでもないと思いますし、皆さんも多分とんでもないと思われる方多いと思いますが、日本の裁判所は概して学校側の裁量を広く取る傾向があります。そうすると私立の学校だと、まあ学校の裁量の範囲内という判断が出る確率、これ結構高いと思ってます。なので、あれは注目ですけどね。施策はダメじゃないかな、もし訴訟したらとは思いますが、そういう部分の事件なんかに関しては訴訟に なかなか至らないものなどが、こうやって、人権侵犯事件として国内人権機関が、救済するというようなことがいくつか行われます。というわけでまとめですが、日本に必要なのはこの国内人権機関を中心にして国際的な勧告を受けて作り上げていく人権政策です。人権行政とかそういう問題ではなく、人権行政を動かすための政策です。どう考えても実際に望まれているのは個々の事例の救済機関を今作る、制度設計の穴を突くという意味では重要ですが、それ以外の個々の救済機関を作るというのが今プライオリティでは絶対ないです。だって警察ちゃんと動いてます。警察が本来動かなきゃいけないでしょ。労働審判に関しては労働基準監督局から動けばいいんでしょ。そういう制度作ってるじゃないですか。それをちゃんと使えばいいんですよ。それがうまくいかないところを国内人権機関が突っ込めればいいわけです。で、実際他の国はそうなってます。日本ではそうやって突っ込まれるのを止めるんですね。だからそれに対して突っ込む機関を作らせないという動きをします。だからできません。で、公権力が国や政府の方が作った枠組み、これがまず前提になります。で、これは国があるいは政府が違法といったもの以外は扱うという形で違法要件が付け加えられます。これは人権救済法案でも入っていました。つまり違法な行為は要するに取り締まるけれども、違法な行為を取り締まるけれども、人権が侵害されているかどうかということは判断しないんです。わかります？人権が侵害されているかどうかは人権を持っている、つまりライツホルダーがどのような状況になっているかということで判断しなければいけません。そのニーズに従って判断することになります。客観的な行為の段階で判断できるとは限りません。ところが違法要件がついた場合は、客観的な違法要件を満たさないとそれは問題になりませんから、そこで正直言えば刑法違反あるいは民事法の違法があるかどうかを判断することになります。なお今裁判所やってるんですよ。当たり前ですけど、そんなものは望んでないんです。誰もそこまで言ったものであってもなかなか認められないから腹が立つんですけどね。けれども一番必要なのは、その人権が侵害されている事例があるかどうかというのをそのケースに即して判断することです。だから違法要件は本来撤廃しなきゃいけない。で、これは他の国では普通撤廃します。でなければ違法であるかどうかを判断する司法審査を最初にやっちゃうことになりますから、事前司法審査はまずいです。だけど日本はそれやっちゃうんですね。で、司法アクションを取った場合やたら時間かかります。司法手続きはもともと時間かかるものだけれども、日本は特にかかります。なんせ特に法制度に関する、例えば国家賠償なんかやったらもうなかなか結論が出やしません。大体裁判所が国家行政です。まあ、あれも裁判制度、司法制度が他の国とは随分設計が違うからですけどね、検察官も裁判官も皆さん行政官でいらっしゃいますから、他の国だと独立官です。行政官ですけど独立行政官です。日本の場合は一応独立行政官だよって書いてあるんです、法律に。誰がそれを信用できますか？で、例えば生活保護なんか、あるいは年金制度、まあ、いわゆるペンションのシステムですね、生活保護も含めてペンションと呼ぶべきだと思いますが、その
必要な社会的資源を得ることによって最低限の生活を保障する、ここが恩恵だと思っています。権利じゃないんですね。それを与えなきゃいけない国の側の義務じゃなくて、国側は余裕があるからあげるよ、もう徹頭徹尾、先ほどの福祉的アプローチしか存在しないので、人権が認められていません。恩恵措置は、あのね、最近お金が足りなくなったからさ、減らしていいって言えるわけです。減らされたら死にますよ。それで作ってるような生活保護じゃないですか。ところが言えるんです。で、実際そういう話が出ますしね。で、被差別当事者、被差別を受けている、あるいはそういう制度、あの人権侵害を受けている人たちの声が反映される設計は全くありません。いやー、多分ね、あの外部につけて、そして、独立行政機関でこうやって作りますよって話になって、で作ったとして諮問委員会みたいな感じで有識者と呼ばれる方々がですね、ニコニコやっててですね、で背広でですね、そこに座ってですね、うーんって話をするわけですよね。いや、その人たちが頑張ってくれればいいんですけどね。それがどういうことであるかって皆さん分かりますよね。なので実際には、その例えば国会同意人事にしたところでですね、有識者、下手をすると企業の大企業の社長さんあたりがやってきてですね、いろんなことをやるわけですよ。いい人ももちろんいますよ、別にそれはそれだけで、あの色をつけていませんけれども、でもその方々は大概は大概ですよ。なのでいろんな差別事件というものが実際には解決されないという状態に陥ってしまいます。ですから日本の制度というのは、この人権政策ではないというところでほぼずっと動かされていって、官僚のそれこそ恩恵的な行動行為に全てを動かす。で、もちろん恩恵的だと言いつつ、あのある程度うまくやってる時もあるし、恩恵的だから場合によっては切っちゃうこともあり得る。で、それで一般社会からの反発があまりない。だからそれをいいことにそうやっていく。反発が出てくるのは国際社会から。だから国際社会のことは聞かない。で、できる。官僚組織はそうやって動いています。2013年の6月18日 の、 あの安倍政権が出した閣議決定。あれ問題ですけれども、確かに問題なんですけれども、あれは安倍政権がかなりはっきりと明確にその問題を我々に見せてくれた。大変ありがたい。他の国でも実は同じようなことっていうところあるんです。別に安倍政権だけじゃないです。あれには法的拘束力ないよね。ないですよ。ただ国際社会で法的拘束力ということを問題にするのは日本だけですよ。だってそもそも法的拘束力関係ないよ、国内法で。ね、最初見たじゃないですか。国内法には関係ないんです。だから法的拘束力云々っていうのは政府の義務でしかないわけですよ。まあ果たせるんですよ。なので、日本のその制度というのはある意味かなり歪に作られているということが言えます。例えば日本のその、政府が受け入れない官僚、代表例ここに入れました。刑事法での無罪推定の点検、これダメですね。なんせ、検察は、犯罪者の構成を考えてますから。で、ちょっとそれ、まだ犯罪者じゃないんですけど、被疑者なんですけど。死刑制度、いや、これはもう日本のもう、世論を圧倒的に支持してますから、もう考える余地ありません。と言っていきます。で、刑務所、刑務所のことは、そう直接見せるわけにはいきません。いや、別に見ていいですよね。まあ、じゃあ入るのはしょうがないですけど、ツアーですよ。ツアーなんです。私もよくツアー行きますけど、ツアーなんで、中で座って1週間ずっと見て、監視をする。これ、実はヨーロッパの拷問等に防止委員会なんかやるんですけど、それダメです、日本で。で、慰安婦問題、ダメですね。皆さんご承知の通り。慰安婦問題が出てくると、その瞬間、反応します。安倍政権はこれには特に反応しますから、例の6月の提案が出て、発言が出ました。で、差別の解消、これもほとんど進みません。ヘイトクライムもヘイトスピーチも同じで、女性差別に関しては、男女雇用機会とか、あと女性の活躍に関する、このジェネラルプランとかそういうものは作りましたとか、できてますとか、5カ年計画ありますとかよく言われるんですが、具
具体性がないねと国際社会から言われています。全く具体性がないですね。チェックしてるんですか？してませんねと。けれども、まあ、そういう形で動いている。だからこういうところが批判されるんですが、徹底的に言われるのは国境公共の福祉によって人権制限してますね。いや、人権は制限ができるんですけど、際限なく人権を認めたら、さっき あのグローバリゼーションのところと同じです。あの自由がダーッと出ていって安全保障がやられてしまう、人々のセキュリティが崩されてしまうという問題があるから、これを何とかしましょう。だからやっぱり人権制限は必要だけど、その場合には手続きがありますよ。国際人権法にははっきりとした手続きがありますよ。これ実はあの差別の問題に関しては、自由権契約の方でちゃんときちんとその手続きが規定されています。あのこれは人権規約というか規約自体ではなくて、一般的意見とされているものの中に書かれているんですが、まず人権を制限する場合には制限の根拠が法定されなければ法律で書かれているけど、それから、制限が必要なものでなければいけない、正当な目的のもとに必要でなければいけない、間違った目的だったらだし、それから制限がどうしても必要だということを説明しなきゃいけない。で、制限と手段は合理的な関係でなければいけない。つまり制限をしなければいけない、そのためにこういう手段を使いますよ、これはちゃんと理由があるそういう手段であればよろしい、でもそうじゃなかったらダメですよ、この合理性説明しなさいと。ここで言う、要するに必要性、合理性という基準があります。で最後、制限は相当なものでなければいけない。この相当という言葉は実はよく分かりませんけども、できるだけ制限しちゃいけないんですね。だからできるだけ制限しないようにしなさい。このできるだけというのは必要最小限度にとどめなさい。これは英米法の方だと LRA、Less Restrictive Alternative ですね。だからより、権利侵害性の少ない、代替措置があるかどうかを確認したという言い方になりますし、それから、まあ、欧州の方ではいわゆる比例の原則、比例原則とか、あるいは均衡の原則と呼ばれています。要するにそこを、あの要するに必要性との間でちゃんときちんとバランスを取らなきゃいけませんよという言い方になります。日本の理解は、日本の最高裁、それから行政、特に今やもう地に落ちた過去の変更ではありますけれども、内閣法制局が出した基準というのは、法定主義は公共の福祉が憲法上規定されてますからいいですね。で、制限の必要性は必要であるかどうかという判断をします。で、制限としての合理性は合理的であるかどうかを判断します。だからこの2つは一応要件として認めています。で、実際制限するかどうかは個別に判断します。個別判断です。で、個別判断というのは確かに分からないではないですが、ここでこの相当性判断をしてないんです。個別の判断ですから。これがどうなるか。表現の自由の規制、表現の自由の規制をした場合に最高裁の判例は何でか、どういう場合が表現の自由の規制ができるって書いてあるか、すごく興味を持ってですね、立川天皇の事件の時の最高裁の判例は一生懸命待ちました。多分こいつら、高裁判決を維持して、で、まあ、あれは違法だというふうに言ってくるだろうな、つまり表現の自由を認めないだろうなと思ってたので、どういうふうな論理を使うかということをみんなすごく注目してたんですね。まず表現の自由は絶対的な自由ではない、これはその通りです。表現の自由はある一定の条件を揃えば制限できます。なのでこういうのは相対的自由というんですけど、そういう性格のものです、重要ですけど。だから公共の福祉に従わなければならない、まあ、そうだよね、ここですよね。したがって違法である。ちょっと待ってこの判断どうなったの書いてないんです。何にも書いてないんです。どんな場合でも制限できないというものではないという一般論が書かれ、公共の福祉に従わなければいけない、だからこれは要するに制限する。いや、それは制限の根拠は全然示されていませんから、これこの3段階も全部すっ飛ばして、それが合憲になりました。つまり、日本の憲法関係、要するに裁判所もですね、ここをちゃんときちんと整理して、それを説明することができないんです。
これは最高裁ができないんだと思います。基準を作れないんだと思います。要するに個別判断というのはそういうことです。基準を作ろうとしてもその場その場とさまざまなバランスの上で判断をしている、つまり極めて政治的な判断をしているということの裏返しです。なので表現の自由は実は日本で非常に危ない。だから私はヘイトスピーチ対策法が危ないと言っている人たちの意見はとてもよくわかります。こんな危ない国でですね、表現の自由を、ある程度制限できる、その根拠を与えたら何されるか分かってもんじゃない、おっしゃる通りなんですよ。まあ、そういった上で、ヘイトスピーチ対策法で開かなければいけないところであると思いますけどね、ということなんですけどね、私は。なので、この基準、国際人権法上の基準があって、それと対照させると、日本の基準というのがかなりいい加減。特になんといっても公共の福祉がマジックワードになっている。ここが問題です。で、これは条約機関から再三指摘されてますけど、直しません。あともう一つ、条約機関が再三指摘しているのは、人権侵害だと言われた事例、国際人権条約違反だと言われた事例、裁判でそういうのを出してくださいと言われますね。日本政府も困るでしょうね。日本の裁判所もなんてもう行政府ととても通過ですから、まあほとんどいませんよね。条約違反っていうのは認めたことは一度もありません。条約違反を要素として認めたことはあります、連邦共同ちょっと初級調査員が込めて、けれども条約違反だからダメって言ったケースは一個もありません。というわけで日本はその事例を出しなさいと言われると、これ存在しないから出ませんと言ったんですね。これって国際的にはうちは人権守ってますよ、素晴らしい国ですよって言ってるのが同じなんですね。信用できるかと言いたいと思います。当たり前ですが有罪率 97% 90% ってのがありますけども、 99% なんですけど、これもですね、その高さは異常ですね、危ないってことですよ、はっきりと条約機関の委員から言われました。まあこういう時代です。ですからこういう状況で、日本の政府というのを その構造というのは、まあ、見られているということを、まあ、今日はお話しさせていただいて、でもう8時になっちゃいますので、この辺りで1回取って、皆さんからのご質問と、の時間にさせていただきたいと思います。熱演ありがとうございました。それでご質問をまず受けたいと思いますが、寺中さんのお話の中でここちょっと聞いてみたいと思います。もうちょっと国内人権機関で日本はないかと思います、他の国に回したときに一番強力なこの独立性を担保しているのは例が国内人権機関は、独立性をどこで判断するかというと、実質的独立性と、それからと財政的な独立性です。で財政的な独立性は、まず予算が左右されないということ、これが前提になります。過去の、例ですが、韓国の国内人権機関、国内人権委員会はかなり独立性が強かったんです。これは内部のその行動に関して大統領からの介入をほとんど全部拒否し、で、実際に完全に独立した憲法的ではないんですが、憲法ではないが法律で認められた独立機関として作られたので、まず根拠もはっきりして、で予算もそれでちゃんと決まるということで、この段階では誰しもみんな A だと思ったんです。で問題はそこに大統領の介入という事件が起き始めて、で、家内 その人員が入れ替えられるといったようなことが起きたので、現在いろいろと問題が起きています。でもそれでも依然として A です。これは立て付けがかなりしっかりしているので A だというふうに言われています。最近非常に頑張ってそれで優等生とされているのはモンゴルです。でこのモンゴルの場合には、立法府を含めてその国会などの、まあ、前提で それらの人も承認を受けた上で作られました。ですので、これは、まあ、韓国以上にですね、三権の要するにバランスの上に作られたんです。ですから行政府ではありません。モンゴルの場合は行政府から独立し、完全に独立し、独立機関ではないも、行政府からは独立し、
立法府、それから行政府、それから司法の3権のバランスの上に作られているという、まあ、別の機関になります。他の国でもですね、そういう形で独立を担保しているところがあるんですが、面白いのはヨーロッパの方ではいくつか、いわゆる研究所っていう形式で存在しているところがあります。これは、先ほどの構造の中にですね、この構造の中ではここが中心なんです。調査研究広報部で、これを中心にして政策提言を作ります。だから、この個別救済機能を果たさない、そういうやり方を取ってるんですが、そこは逆に、個別救済機能の部分は弱いから、他のところといろいろと連携しながらそれを、まあ、補う。ただし、この結果行政府になってしまった、そういう委員会もありまして、機関もありまして、これを遅いよと思います。で、そうなってきますと 独立性がないということで、あそこは確か B にされています。だから、まあ世界各国見て、形式的な独立性を担保しているというのは A のステータスを取っているところはとりあえず作っているというふうに言えると思うんですが、実質的な独立性、それから経済的な独立性を完全に担保できるかどうかというのは、その場その場の状況によるので、実は、この内出しだけを見ても分からないですね。まあそんなところです。ですから、いくつか作られた他の国々の人権機関を見てもですね、どれも何らかの問題を抱えています。完全に独立しているところは難しいと思います。次ですね、予算とか人事とかを独立させる、できるだけ独立的にするというのは、どのような仕組みが、取られているのでしょうか。予算は一般的には、国会で決めるんだろうというふうに思うんですが、国会で、簡単には貢献できないような仕組み、あるいは、まあ、仮に、毎年、1億つけるとして100年後の1億じゃまずいだろうから、それをどうやっているのと、いうこと、それから、人事のものですね、誰にやってもらうのというのは、どうしたら今、独立できて、あるのだろうかということですね。まあさ毎年 その機関が、ですね、募集をかけて何人か出し取ってという形ならば、まあ、独立するのかもしれないけれども、まあ、そこはそこの思惑で動くようになっちゃうし、どうするんだというところを教えてください。独立性のうち、その財政的な独立性に関しては、ほとんどのところが予算請求をして、それがそのまま認められます。で、重要なのは、その予算が、決まった予算が後で変えられないことなんです。別に行政府とかそういうところが介入したり、大統領が入ってきたりして、で介入されないことで、場合によってはその予算編成時期にそれがガクッと減らされる、言ってることがないことなんですね。でここの部分は、基本的にはだから、申請ベースで認められるというのがほとんどで、あとは、申請ベースなんだけれども、国会全体あるいはその予算を決めるときの、その最終判断のときに、そこの、国内人権機関の人が出ていって、それで予算をするんです。だから、そこにはその人が入っていく。で、例えば内閣とかそういうところに提出してってことをやりますと、内閣の判断で削られることがあります。これがまずというような判断というような、そういう制度設計が多いです。で、内部のその人事なんですけど、これは人事は2つに分かれます。まず国内人権機関の場合、委員会制度が多いですから、国内人権委員会、研究所の場合でもボードと言いますから、やっぱり委員会ですね。このボードの人事に関してと、それから職員の人事です。で、職員の人事に関しては、このボードが完全全権を握って、要するに委員会の人間全権を握ってで選べるという制度を取るのが一番いいです。が、そうなってないところもあります。でこれは結構面倒くさいですね。やっぱりお互いのこのつなぎが発生すると思います。で、この委員会の人事というのは、実は非常に政治的な判断ですので、いろんなやり方がありまして、まず一つは委員会内部におけるコーダー、つまりどういう人からどういう何席と、例えば国会が何席持っている、大統領が何人持っているといったような形で作っている、そういう制度があります。これが多いですね。
それ以外はいわゆる推薦をして、この推薦された中でこのリストから選ぶ、欧米なんかはこういうのです。ですから推薦、リストを出すというのが一つの重要な仕事で、出した上はいろんなところでこうそれを見ながらですね選んでいく。で最終的に選ぶのは、例えば場合によっては政府である場合もあるんですが、その推薦リストから選ばなければいけないというような縛りがかかってきます。なので、多くはこの推薦リスト制とそれからクォータ制、つまり、何人を占めているというのを組み合わせて、推薦リストを作る段階でクォータを作るというやり方を取っているところが、多いかなと思います。まあ、ごくごくまれですが、人数を非常に限定して、3人ぐらいしかいないと。ではこの3人はそれぞれ何人の代表がなるというふうに作ったところもあります。まあ、それでも機能すればいいんですけど、日本みたいなそのいわゆる、有識者を任命する、国会同意人事でやってるところはないですね。それでやったらうまくいかないのが分かってます。というのは、パリ原則の中にはっきりと書いてあるんです。人事をする、そういう委員の人事をする場合には、市民社会の意見を聞きなさい。セビルソサエティの意見を聞きなさい。このセビルソサエティの意見を聞きなさいというのは、日本では無理です。これ、国会同意人事がせいぜいのことしかない。そういう国ですので、市民社会の意見を聞けといった瞬間に、もう政府がもう猛反発するし、それからおそらく日本の社会全般がダメだと言ってしまう。下手をすると全国選挙をやらなきゃいけない、そういうわけにはならないししかならないので、日本はなかなかそれを制度的に作るのが難しいだろうなというふうに思います。ありがとうございます。はい、では今の国内実験機関 のなぜ必要かというと、その前提の説明がちょっと抽象的で難しかったんですが、行政が条約を結んだ。で、そこに、韓国が来たというとき、その図面ですね。韓国が来ても行政は判断できませんというあたり、よく分からなかったんですが、その憲法の体制、国内人権と憲法の体制を国内行政から切断してしまっているという、はい、ところがちょっと抽象的でよく分からなかったんですが。具体的に言うと、例えば、人権条約機関から、提言が来ますよね。ところがこの提言はいわゆる憲法的な提言なんですよね。憲法的な提言を行政がいただいてもですね、それについては判断できませんね、行政は。それは司法が判断するんです。あるいはそれを受けて立法が作られなければいけない。で、それで具体化されなければ行政は動きませんというふうに言ってくるわけです。それ憲法違反じゃないかと、それは司法に聞いている。なので、条約機関から何か条約に関してこうだから何かうまくやってくださいって言ったときに、うまくやれるものはありますかっていう感じなんですよ。でも、根本的なところは、それは条約機関から言われたものは、うちが何かしなければいけないことではなくて、立法を作らなければいけないことだったり、あるいは司法で判断してもらわなければいけないことだったりしますと。国会のその官僚、例えば飛ぶような官僚にはそんなことはとてもできません。そういう言い方を本当にした人もいますけれども。つまり条約というのは、私は三権の国家というものが約束したんだと思ってるんですが、そうではないことですか。いや、そうですよ。いや、もちろん条約を結んだのは条約の正直行政じゃないですか。外務省はそれを分かった上で条約を結んでますから、外務省がその判断がつきませんというのは、その論理的にはありえないんです。ただ行政はそれが勧告が来た場合には、その勧告の内容は精査しなければいけません。もう精査するのが私たちの役割ではありません。それは司法ではありません。究極的にやれることはやりますけれども、でも大概でも実はやらないことなんですけど、官僚の立場で言えばね、こうすればいいじゃないかっていうふうな具体的な提案だったとしても、それをちゃんときちんと中央の省庁で方針として政策に反映させないと、それは実現できないんですよね。簡単にできるじゃないかっていうふうに言ってやったとしてもうまくいかない。
一つの例が例えば婚外子差別 の、 あの最高裁判例が出て判決が出て、ですぐさま明石市が、例の長男長女の記入欄をなくしたじゃないですか。あれは確かに英断で、何が英断かというと、それまで何度となくあれはやめろっていうふうに着室問題を含めてですね、条約機関から言われてた、勧告されてたことなんですね。だから憲法的な観点からすればあれはダメなんですよ。やってちゃ今でもやってますけどダメなんですよ。ところが最高裁の判決はそこには触れてなかったんですよね。まあ、触れなくていいんですよ、あのその事件じゃないから。だけどあの根拠は、あの婚外子差別、婚外子の相続分の違いがあるから、だから書かなきゃいけないんだっていうのが今までの説明だったんですけど、その説明の根拠を失われても政府は変えようとしない。でもその前に明石が変えてしまった。そしたら政府はあれをそれを是正してよという勧告をっていうか、そういう指導を行った。でそれはあの違法になるからっていうような形で逆の方向に触れたんですね。で我々からするとそれは腹が立つ話なんですが、ただ官僚あるいは法務省側から言えばですね、明石だけられたら困るんですよ。全部の手続き全部のシステムあのおかしくなりますから。だから私は別にあれが今やめてねっていうのは私は正当だと思うんです。今はやんないで全国的に変えるからって言わないといけないんですよ。この全国的に変えるからっていうのはないまま今やめて、やったら違法よってやるっていうのはこれはおかしいわけですね。ところが全国的に変えるからっていう話になったらこれは立法が必要なんですよ。つまり法務省だけではできないっていう話になるんです。だから官僚組織的には結構これは微妙な話だなと思います。ただ官僚組織的にはであって、あの時の法務大臣は谷垣さんですから、彼は官僚ではないので立法のそういう指示も出せるわけでやらなきゃいけなかったんですよね。だからそれは日本政府がおかしかったっていうふうにして我々が批判できるところですけど、官僚はかわいそうじゃないかなと思うんですよ。なので我々がすぐ簡単にできるなというふうに思ったことでも官僚がなかなか動けないのは分かります。でもそういう形で切断しちゃうわけですよ。で本来はここの間にこの98条2項の機関であるはずの国内人権機関が入って、でそれを調整しなきゃいけない、ないからできないということです。ありがとうございます。はい、どうぞ。あ、こんにちは、柴田と申します。国際人権法について教えていただきたいんですけど、私はね、今、公安警察から報道局されたんですよ。で、そのために横浜社長に訴訟を出しました。で、出してから1回出頭だけで10分くらい終わり、終わってから次回の方が半回数するの。私も検問機会は全然来れません。すみません、何の事件ですか？公安警察登録、公安警察が外国人に登録されたんですよ。公安警察が外国人に対して振るった暴力の事件を、告訴したんですか？告発したんですか？告訴ですか？はい、告訴、はい、で、横浜裁判所に出しましたんで、一回出頭かけて10分くらい終わり、次の判決出すの、出てなさいと。差別犯裁判ではないですか。で、そのために私は直接国際裁判所に行きたいんです。できますかとか。端的にお答え申し上げて、できません。はい、なぜかというと、国内の救済手段を尽くしていません。で今のお話は、例えば刑事事件でやった場合は多分警察、検察という仕事になるはずです。で民事事件でやった場合はもちろん裁判所に出されますけれども、裁判所の判断というものが1回出た上でさらに2審、3審と最高裁まで持っていくことになります。でそれでなおかつ認められない場合に、どうしようもなくなったという状況の時に、もし個人通報制度というのを日本が入っていれば、個人通報で、国連の機関等に、申し立てることはできますが、日本はこの個人通報制度を、入れていませんので、認めていませんので、日本ではその国際裁判所とかそういうものを使う、あるいは国際的なそういう、審査手続きを使うことができません。
ですので制度的には無理です。申し訳ありません。もし無罪はどうするか。いやですからそういう意味では制度的には無理です。でその上でその事件について問題であるという部分をその国際人権条約とかそういうものに照らしながらどのあたりが問題だったのかということを分析して法的に分析してその内容その情報を国連のその条約機関に送ることができます。その場合はその条約機関の条約審査の時に日本の人権状況を審査しますからその時にそういう情報を参照します。捉えるかどうかはそれはその条約機関の委員の判断になりますけれども、実際ここにいらっしゃる方々かなりの人たちがそういう情報を出して実際取り上げられてそして日本の政府に対する勧告という形でそれが返ってくるという経験をされています。で今問題になっているのはその勧告を受けていながら日本政府が守らないじゃないかどうすんだよという話なんですね。だけど今おっしゃった部分に関して言うと、まず正式な手続きの部分では今はまだ日本の国内の手続きをしっかりとやる方がいいと思いますし、今のお話聞いているとどうも弁護士さんはついていらっしゃいますか。弁護士さんは最初はついてあるけど途中でやめちゃった、はい、弁護士さんとちゃんときちんと弁護士さんをちゃんとつけてそしてそういったようなその手続きを最後まで尽くさないとなかなか難しいとは思います。弁護士さんが相手公安警察からちょっと怖いんだって言われたんです。日本一番怖いのは公安警察なんですよ。何も認めないのに逆に破壊するの。まあ私たちも公安警察とはいろいろとお付き合いがありますからここに皆さんもお会いでしょうから知ったら知ってますけど、はい、でもまあ怖いからっていうだけじゃなくおそらくは一番多いパターンは立証しにくい、そうですね、立証しにくい事件になりがちだというのはそれはよくわかります。だけれどもそれでもそこを立証しないと壁は越えられません。そうですね、難しいかもしれない。相手が日本ないのに逆に私何も平和の機会は取れませんよ。ちょっともう考えずするだから私は国際裁判所に行かないので。ありがとうございます。はい、他にいかがでしょうか。はい、宗像といいます。その説はいつもお世話になりました。子供と離れて暮らす親のグループをやっておりまして協調親権運動ネットワークという団体のものです。僕たちの団体は、離婚に伴って子供と会えなくなった親を中心にしているんですけれども、今の日本の地方の家庭裁判所実態は基本的には子供を確保した方に親権を与えるっていうのがほぼ 100% になっているので、男性も女性もそのことで子供と会えなくなってしまって、僕もその前寺中さんに相談した時に、8年の前のことなんですけど、2年間付き合わされた後に、一応2ヶ月に1回2時間というごく少ない面会時間を子供と取っておきまして、それが成功事例というような日本の実態に変わりまして本当に親権がない親の実情っていうのは悲惨で毎年毎年僕も相談を受けてますけども、誰か父親とか母親とかは自殺しているという状況があるんですけども、その時にですね寺田さんに育った時にですね弁護士の皆さんを理解してちゃんと理解してくだされてれば力になってくれるっていう話をしていただいたことがあります。力になってくれる弁護士が少しずつですけれども現れてきたっていう状況があるんですが本当にこの間8年間を通しまして事件連とか弁護士会とかに散々敵対扱い敵対敵視扱いされたなっていう記憶が本当にありまして。いやただ単に子供を確保できなかったら親権がないだけなんですけれども弁護士の皆さんそれよく知ってた上で僕たちに対するネガティブキャンペーンというのを散々張られておりまして僕たちの方が DV だとか加害者だとかアウジャイトの時もすごく散々
外国の父親の人たち本当に賛だったと思うんですけれども、言われてきて、今回もこの団体で一緒に活動してもらえないかなということで、主催者の方に以前お話しあってお話ししてくださいませんかっていう話をして、しましたら、あってもくれなかったっていうことがあって、本当に悲しい思いをしたんですけれども、もう日本の国内での人権問題というふうに僕は言い続けてきたんですが、日本の国内で人権に取り組んでき、た方々が人権問題として言い続けてきてくれなかった、来てくださらなかったという中で、まあ、僕たちは韓国とかも含めて実際韓国もらったりということもしてきたんですけれども、どういうふうにしていくのがいいのかなというのが、実際のところで、特にですね、弁護士こうただ単にですね子供確保できなかっただけなのでそれで親権がなくなって人権もなくなるっていう話になっていて、そういう人たちどういうふうに協力していくのかいいのかなという難しいのですね、教えてくださいと。中田さんと前にお会いした時はまだハーグ条約に入ってなかったんですよね。そうですね、はい。でハーグ条約をめぐるいろいろなことの中で、今おっしゃったように実は弁護士の中でハーグ条約賛成派と反対派、それからあとハーグ条約賛成派の中でもいろんな意見を持つ人たちが分かれていて、女性の権利を中心にする人たちと、それから子どもの権利で見ていく人たち、それからあと面会交流をちゃんときちんとそれを実際見るというように考える人たちと立場の違いがあってものすごく仲悪いです。ものすごく仲悪いです、これ本当に。多分火事事件を扱ってるから逆にそれで お互いがそれに近くなってしまうということもあって、なるんでしょうが、本当にその状態は有しいことで、何人かそれに関して非常にまずいなと思っている人たちもいるんですが、これも日弁連の委員会の中でも平気でぶつかり合いが発生するというぐらい揉めています。で全員がこぞって言うのが、解決策は共同親権だと。共同親権を認めればそんなに大きな問題にならないはずなんですよ、これは。にもかかわらず共同親権制が日本では認められてないんです。でこの共同親権が認められないということと、この間の夫婦別姓云々の話が実は連動してます。ですから保守勢力とも実はここでぶつかるわけです。だからこれは保守勢力がかなり頑強なところに、それを変えようとする側がいるんだけれども、その中が悪いという非常に日本にありがちな我々の世界にありがちな野党がダメっていう、そういう関係性がちょっと見えてしまうんですが、でもやっぱりそれは解決策は共同親権をやっぱり正面から認めさせないと、おそらく根本的には変わらないとしか言いようがないと思うんですね。だからその立法運動というものにうまく入っていかないといけない。ところがその関係性が悪いものですから、この立法運動自体がまとまらない今もという状況で、どうするか、まあ、ハーグ条約は外圧として役には立ったという評価を私はしたんです。ただしハーグ条約は何事も解決しませんでした。なのでこの科学条約は何事も解決しないけれども圧力として使えた。でも科学条約は残念ながら条約機関ないんですよ、主要人権条約じゃないですから、国も持ってないわけです。なので条約機関とかそういうところにこの辺りの状況を踏まえて、やはりちゃんときちんと共同親権を認めるという、共同親権を認めなさいという、そういう勧告を取るのが運動団体としてのまず一つの、まあ、運動ですし、実際もう共同親権ってなんでないのっていうのが言われてますから、だからそれをちゃんときちんと取るっていうこと、それに伴ったちゃんと具体的なロードマップを作らせる日本政府にというような圧力を加えていくしかないんだろうなと思います。もうこれはこの事件、この事案に関してはかなりもう、もうなんていうか検討され尽くしたところがあるので、ある意味回答は非常にシンプルなんですよ。問題はそれにたどり着かないというところで、でもたどり着かないこの政治的な状況というのは、やっぱりそこの問題としてこうやって書き分けていくしかないかなと思います。でも
国際人権条約からそこの部分についてはとりあえずの勧告が出てますよ、いくつか。この問題でちょっと補足の説明をしたいと思いますので、はい、実は9月に相続の問題が、まあ、違憲判決と言われたんですが、その時に、この同じ月にですね、出生届の差別記載が合憲の記録判決が対象されているというのが、こっちは小委員会です。昔から本庁ならでも、ほとんどは、まあ、確かに相続差別がなくなれば、その出生届の差別記載の罰的だという意見が、もう一方でありつつ、その法律の指示を取っている限りは、法律婚のうちで生まれた、外で生まれたという事実は残るんだという見解もあって、まあ、台湾とは、まあ、後者の方に近い見解を取って、その、あれだったので、ただ、本日としては一応、相続差別の撤廃法案と同時に、出生届の差別記載の撤廃法案も、内容的にはよろしかったんですね。でところが、これを、与党側が引き入れなかった、まあ、自民党ですけど、で、まあ、その結果、これが残って、今の現状があるというふうに思うんですね。まあ、その辺、ちょっとそこで説明したことがありがとうございます。そうですね、最高裁に一度、処方で出てたんですので、それはその通りですけども、要するにそれは裁量の範囲内という判断をしたわけですよ。で、行政の裁量の範囲内ということでいくと、実は例の夫婦別姓に関する合憲判断も、要するに裁量を認めちゃったわけですよね。24条に明確に違反してるんですけどね、両性の平等、両性の意思によってのみでしょう。両性の意思じゃないところで結婚を、認めないということは、行政はできないはずなんですが、それも裁量の範囲内で認めちゃったというのが、この間の判断なの で、日本の行政は特に裁量を広く認める傾向がありますというような手法ですね、まあ、ありますということはそこでも繰り返しています。で、今の話まさにその通りなんで、日本の現状のかなりの問題っていうのは実は戸籍制度に全部引っかかるんです。戸籍撤廃運動というのは日本では非常に弱いんですけど、本当はこれをやらないといろんな差別の問題を解決できないんじゃないかなとは思っています。それじゃ時間が来ましたので、この後ですね、ちょっと1つ、2つ、2点あります。1つは私たちのこの学習会、今日16回目になるんですけれども、ちょっと徳永さんの方から自分のまとめを作りました。活動のまとめ、2013年から2016年の5月までの学習会の内容と集会の発言の内容を、要約したものです。一応ご覧いただいて、申し込まれる方はよろしくお願いします。本当に長時間ありがとうございました。